カニバルは2013年のスペイン・ルーマニア合作映画。監督はマヌエル・マルティン・クエンカ。主演はアントニオ・デラ・トーレ。ルーマニア人女優のオリンピア・メリンテが一人に役を演じている。2013年9月のトロント国際映画祭で初上映された。2013年11月11日にはスペインで劇場公開された。 2014年5月24日には日本で劇場を公開され、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネリーブル梅田、KBC シネマ、ディノスシネマズ、札幌劇場、伏見ミビリオンザなどで上映された。無口なカルロスは、グラナダの旧市街で仕立てやおいを営んでいるが、連続殺人鬼としての側面も持っている。彼は獲物に慎重に忍び寄り、ワゴンで、 シエラネバダ山脈にある人気のない山小屋に運んでから解体。その肉を自宅の冷蔵庫に持ち帰ってディナーにしている。ルーマニアからやってきたという騒がしいが美しいアレクサンドラと関わるまでカルロスは何事もなく暮らしていた。ある日アパートの隣人であるアレクサンドラが行方不明となる。カルロスの元にはアレクサンドラの双子の姉ニーナが訪ねてくるが、 儚げなニーナは物静かで、アレクサンドラとは対照的である。ニーナはアレクサンドラが両親の金を盗んで逃げたと信じており、カルロスはニーナを手助けすることを約束する。物語が進むにつれてカルロスはニーナに惹かれていき、ニーナを山小屋に連れて行く。カルロスはニーナに睡眠薬を飲ませて殺害するはずだったが、愛情から殺すことができない。翌朝、 ニーナが目覚めた時には、自身が裸であることに気づく。カルロスはニーナに、自身が連続殺人鬼であること、アレクサンドラを殺したことを告白するが、ニーナはカルロスを信じない。二人はカルロスが運転するワゴンで山を降りるが、突然ニーナがハンドルを切り、ワゴンは横転する。主演のアントニオ・デラ・トーレ・ロッテントマトズは10人の批評に基づいて、 新鮮度を50%としており、この作品の評価は賛否が混在している。バラエティ師はこの作品に肯定的な評価を与え、長回しを用いて丹精込めて撮られた贅沢な作品である。肉処理の場面はスクリーンから外し、歩調は冷ややかに、洗浄感を抑えて撮られている。間違いなく、ニッチな主題であるし、高尚な作品でもあるが、洗練された。 芸術志向の観客はそれを食べるかもしれないと書いた。サンセバスティアン国際映画祭では撮影賞を受賞した。2014年1月の第1回フェロス賞ではドラマ作品賞、監督賞など5部門にノミネートされアントニオ・デラ・トーレが主演男優賞を受賞した。2014年2月の第28回ゴヤ賞では作品賞や 監督賞など7部門にノミネートされ、撮影賞を受賞した。2014年9月のストラスブールヨーロッパファンタスティック映画祭では、最優秀ヨーロッパファンタスティック映画に選出された。ありがとうございます。